日本栃木県宇都宮市、大和大和は栃木県宇都宮市の地名。大和一丁目、二丁目、三丁目がある。このうち大和一丁目、二丁目は元の地名でいう江ソ島の一部であり、この地域に設置されている江ソ島駅の名はそちらに由来している。全区域が住居表示実施済み。郵便番号は大和一丁目、二丁目が321-0162。 大和三丁目が3200836。宇都宮市南西部の一地域。田川の右岸にある大地上にあり、西は八千台二丁目、八千代一丁目、大塚町、西川田町、鶴田町、北は JR 日光線を挟んで、滝の原三丁目、弥生二丁目、宮原五丁目、東は日南四丁目、江蘇島本町、春日町、南は、 宮本町に隣接する JR 日光線と東武宇都宮線が交差する地点の南東部分に広がる住宅街であり東武線港外を駅がある東武線に加えて宇都宮市街へ直結する路線バス一条港外を線が通過しており交通の便が良く戦後宅地化が進んだ地域である元は横川村の一部が1952年に 宇都宮市に編入された際に成立した山都町が源流で、この山都町がおおよそ現在の山一1二丁目に当たる。現在において、この山都町の名は日南第二公園前にあるバス停に残っている。その後、山都町の西側の元鶴田町、西川田町の一部であった日光線の南、東武線西側の湿地帯域も宅地化され、山都三丁目として、 追加成立した。このような経緯から、大和一丁目、二丁目は日南地区、大和三丁目は、姿川地区と、所属地区が異なっている。2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。東部宇都宮線高外道駅がある。駅の所在地が、 大和二丁目。東口は大和二丁目、宮本町、西口は八千代一丁目、二丁目方面。大和二丁目を抜ける緑が丘通り、江東島駅を経由する系統と、大和三丁目の西を抜ける、栃木街道場を走行する系統がある。ありがとうございます。